4リットル入り3リットル入りボックスワインは、ポリエチレン、またはアルミ製の内袋に入った内容物が、硬質紙製の外箱の中に入れられた状態のワイン、または、その包装形態のこと。包装形態は、カスクという呼び名も、一般的である。内袋には、機密性を有したバルブが取り付けられており、バルブをつまむことで、好みの量を注ぐことができる。 放出したワインの分だけ内袋がしぼみ、内袋に残存したワインが空気に触れることがないため、ワインの酸化を防止でき、長期間の保存が可能である。コルクや合成シールで線がなされる、ボトルワインの代替物として機能している。箱ワイン、カスクワイン、バックインボックスなどとも、オーストラリアでは稀に、ゴーン、ゴーンバックとも呼ばれる。 オーストラリアの南オーストラリア州レンマークに拠点を置くアンゴーブス社のトーマスワンゴーブがワイ引用カスクを発明し1965年4月20日にアンゴーブス社が特許を取得したオリジナルのデザインでは1ガロンのポリエチレン製内袋が小売り用段ボール箱の中に入れられていたこの方式では消費者が購入後に外箱の角をカットする必要があり ワインを注いだ後には特別な止め物で再び封をする必要があった。1967年、オーストラリア人発明家のチャールズ・マルパスとペンフォールズ社は、より便利に貯蔵するためにアルミなどの金属製内袋に接着させたプラスチック製機密バルブの特許を取得した。現在はすべてのワイン用カスクがプラスチック製バルブを使用しており、 バルブを覗かせるための穴を一辺に開けた外箱に収納されている。ワイン用カスクはガラス製ボトルより安価に製造でき、またガラス製ボトルより輸送が容易なため、主に低価格ワインの生産者に好まれた。2003年、アメリカ合衆国、カリフォルニア州のセントラルコーストエイバに拠点を置く、ブラックボックス、ワインズ社はかなりの量の上質ボックスワインを生産し、 ボックスワインは低価格ワインの代替物に過ぎないと、する固定観念を覆す役割を果たした。ブラックボックス、ワインズ社の試みから10年以内に、フレンチラビット社、バンディットワインズ社、オクタビン社、ターゲット社など、数百もの上質ワインのワイナリーとボトル詰め業者が、自社で生産した高品質ワインを、ワイン用カスクに詰めて販売することを開始した。 この潮流は環境に優しい持続可能な包装への文化的関心の増大と結びつけられており、裕福なワイン消費者の間でもボックスワインの人気が高まっている。ボックスワインはガラス製のボトルワインよりも輸送と保管が容易であるだけでなく、製造費が安価で重量が軽く環境に優しい。ボックスワインの内容量は多様であるが、 一般的には 750ml のボトルワインの1.5倍から4倍の容量を持つ。ボックスワインには機密性を有したバルブが取り付けられており、このバルブはワインの酸化を大幅に減少させる。開封後数時間、または数日の間に消費すべきであるとされるボトルワインと比較すると、ボックスワインは天然コルクを使用しないためコルク汚染を受けず、また空気に触れないため開封後、 約3から4週間は品質を保つ。ボックスワインはワインセラーによる保管を考慮されておらず、生産者が印字した品質保持期間のうちに消費すべきである。重点から12ヶ月が経過すると品質劣化が目立つ場合がある。ありがとうございます。